この時間は映画評論家町山智弘さんのアメリカ流れ物。今日はご自宅のあるカリフォルニア州バークレーからのご出演です。もしもし町山さん。もしもし。はい、町山です。よろしくお願いします。お願いします。町山さん、お誕生日おめでとうございます。ねえ、本当にありがとうございます。ねえ、還暦ですよ。還暦か。ねえ、うん、来ちゃいましたよ。ねえ、素敵じゃないですか。本当ですよ、めでたい。本当にね。あ、ちなみにトム・クルーズと同い年って言ってますか。はい、ね、はい、本当にね。はい、今日アメリカはあれなんですよ。7月4日なんで、うん、はい、独立記念日ですね。そうですね。そうだ。アメリカは、はい、うん。そう、だからいつもそれに書き消されちゃうんですけどね、誕生日は。そっちがでかいんでね。うん、はい。ということで、本当、これからもよろしくお願いします。こちらこそお願いします。はい、うん、はい。今日紹介する映画はですね、はい、ファイナルアカウントというタイトルの、うん、イギリス映画なんですが、はい、第三帝国最後の証言という副題がついてまして、うん、ファイナルアカウントというのは最後の証言という意味なんですね。うん、はい、これですね、もうドイツがナチスに占領され、占領じゃないな、ドイツがナチス政権だった頃を知ってる人たちがもう、うん、まあ、お年なので、うん、かなりね、うん、亡くなる前に話を聞いとこうっていう企画なんですね。うん、はい、どうでしたってことで、うん、インタビューを集めて、まあ、200人ぐらいの人にインタビューしてたらしいんですけど、うん、まあ、亡くなる前に最後に、ナチス時代にあなたがしたことはどうでしたと、ね、うん、いうことを聞いていくという、まあ、インタビュードキュメンタリーですね。うん、はい、これはね、ショアというね、まずドキュメンタリーがありまして、ドキュメンタリー映画の傑作と言われている1985年の映画なんですが、うん、はい、これはフランスでですね、その、まあ、ナチスの収容所にいられて、うん、まあ、殺されそうになったユダヤ系の人たちが、そのホロコーストを生き残った体験をインタビューしていくという映画なんですね。うん、はい、それはやられた側のインタビュー集なんですけれども、うん、はい、こっちの映画、ファイナルアカウントの方は、まあ、やった側に聞いていくという、これもなかなか話なんですね。集めるのが大変なインタビューですね。うん、大変だったと思います。だから、これね、10年ぐらいかかってるんですよ、これ、映画一本作り。90分ぐらいしかないんですけど、うん、はい。で、これはね、監督はイギリス人のね、ルーク・ホランドという人で、うん、この人ね、お母さんはユダヤ系の人で、うん、その第二次大戦中にオーストリアからイギリスに、まあ、逃げてきた人なんですね、お母さんが。うんうん、はい、うん。で、国に残った、そのお母さんのお父さんやお母さんは、まあ、ホロコーストで殺されてしまったと。あ、はい。で、その息子であるルーク・ホランドさんは、もうとにかく何があったのかということを検証するまで頑張るってことでやってたんですけれども、うん、この映画の完成と同時にですね、71歳で亡くなって、この映画が遺作となってます。はい。で、これね、今、生き残ってるそのドイツ、ナチス時代を知ってるドイツの人たちってもうね、その頃に子供だった人たちなんですよ。うん、まあ、そうですよね。うん、はい。年齢的にね。だから、ちっちゃい頃にお父さんやお母さんが、その選挙で、うん、ナチス党に投票するのを見てたという記憶なんですね。今生きてる一番年上の人たちでも、うん、せいぜい。はい、うん、ということで、その頃ドイツは第一次大戦に負けた後でですね、うん、インフレがひどくて、うん、で、景気が悪くて、まあ、物価が高くて、賃金が上がらなくてですね、うん、どっかのなんか極東の国みたいな状態になってまして、うん、はい。そこに景気を良くしますよと言って出てきたのはナチスだったんで、うん、そのお父さんお母さんたちは投票したというふうに証言するんですね。うん、はい。で、ナチスは、景気が悪いのはユダヤ人が悪いことをしてるからだというふうに言って、うん、ユダヤ人を憎むようなプロパガンダをしていったんですね。うん、はい。で、このインタビューを受けてるね、おじいちゃんたちはヒトラーユーゲントというね、ヒトラー少年隊に小学校の頃に入ってた人たちなんですよ。小学校、中学校の頃に。はい。で、ボーイスカウトみたいなもんですね。半ズボン入ってね。うん。はい。うん、で、まあ、何をするかというと、ボーイスカウトと違うのはですね、はい、うん、ユダヤ系の人たちがやってる商店に行って嫌がらせをする。うわぁ子供たちが。そう、で、いっぱい嫌がらせをすると愛国少年として、まあ、尊敬されると。ね。
でユダヤ人お断りと書いたねプラカードを持ってお店の前に立ったりするらしいんですよ。うーん、で店に入ろうとする人にこの店はユダヤ人の店だけど入るなって言ったりね、ちっちゃい子なのにね。うん、であとねユダヤ系の墓地に行ってね、まあ墓石をね破壊したりっていうねダジャレかっていうねそういうことをやってるわけですけど、うん、はい、と褒められるというね、いう中で彼らは自分たちがいい子であって優等生だと思いながら信じながらユダヤ人に対する嫌がらせをしてたんですけどね、うん、はい、で、中にねインタビューの中に出てくる人で実はおばあちゃんがユダヤ人だったんですよっていう人も出てくるんですよ。だから自分自身もユダヤ系なんだけど、まあ、まあまあ、あんまり悩まないでユダヤ人差別をしてたみたいなんですよね。本当におかしな精神状態になってたみたいなんですけど、ですね、うん、はい、で、ただすごく大きな転機になったのがですね、うん、ユダヤ系の人よりも先にですねナチスがやったことっていうのは知的障害のある人とか、うん、まあ、不治の病の人たちを、うん、集めて安楽死させたんですよ、うん、で、その中で証言している人はクラスに一人、まあ、知的な障害がある男の子がいたんだけど、うん、ある日突然学校に来なくなって、うん、安楽死させられたって言うんですね、自分の同級生が、うん、はい、でこれでナチスはですね、ナチスはっていうか、まあ、その頃は、まあ、1万4000人ぐらい安楽死させられてるんですよ、はい、でこれがね恐ろしいのはナチスが無理やりやったりしたことだったり、うん、こっそりやったことじゃなくて、うん、大々的なキャンペーンが行われて国民が率先して賛成してやったんですよ。それがどういうことなんでしょうね、本当ね、うん、これはねただねやっぱり途中でおかしいってことになって、うん、中止してるんですけど、うん、最初の段階ではもうみんなでやってるんですよ。これはひどい、要するにまあ生きる価値がないんだって言って彼らには、そう、彼らが税金を無駄遣いしてるとかいうキャンペーンでポスター貼ったりしてね、あ、そういうことか、はい、そういうことやったんですよ。そっちの方が先だったんですよ、うん、はい、でその後1938年にですねクリスタルナハトという事件が起こるんですね、うん、これは聞いたことあるかもと思うんですけれども、うん、ユダヤ系のやってるお店とかそのユダヤ系の教会とかを焼き打ちしたんですね、うん、民衆が、うん、普通の人たちが、うん、はい、でこの中でその時の写真やフィルムが出てくるんですよ、うん、そうするとユダヤ人教会が燃えてるとこで消防士の人たちがニヤニヤしながらそれを見物してるんですよ。消さないんですよ、うん、焼かれるに任せてて、あとユダヤ人の商店を破壊してる写真が出てくるんですけど子供も参加しててみんなニヤニヤ笑ってるんですよ、うん、怖いですね、で、うん、怖いんですよ、うん、でそれに参加した一人のおじいちゃんは今思うとどう考えても犯罪行為で許されないことなんだけど、うん、あの頃は何とも思わなかったんだって証言するんですね。そうね、むしろいいことをしてるとみんな思ってたんですよね。いいことをしてると思ったんですよその時にね、うん、はい、で彼らはですねその間にまあ、青年になっていくんですね、うん、子供だったけれども、うん、で彼らの憧れがワッフェン SS というですね武装親衛隊というものに入ることだったんですよ、うん、でこれはね普通のドイツ軍とは違う軍隊で、うん、国民軍っていうのがあるんですけど、国防軍という、うん、それは普通に戦争をしてその敵と戦う敵の軍隊と戦う軍隊なんですけど、うん、この親衛隊っていうのはヒットラーのための軍隊なんですよ、うん、だからなんていうのアイドルの親衛隊っていうじゃないですか、はいはい、うん、あれと同じですよ。そうヒットラーのためだけの 軍隊なんですね、でそれがエリートだと思われたんで、うん、それになるのがもう子供のたちの憧れで、うん、で英雄になれると思って入ったんですけど、うん、ところが武装親衛隊の仕事っていうのはですね敵の戦車隊とかと戦うようなことじゃなくて、うん、ほとんどがユダヤ人の虐待と虐殺だったんですよ。うわー、それとヒトラーに逆らう人たちを狩り集めて殺すと、うん、いう仕事で全然英雄でも何でもないんですけど、うん、ですよ、はい、ね、でこの頃にドイツ各地に収容所が作られてユダヤ系の人たちの、うん、でそのユダヤ人の収容所ってのはアウシュビッツじゃなくてまずドイツ各地に作られたんですよ、うん、ね、でそこで収容したユダヤ人の人たちに対して、まあ、すぐに殺すんじゃなくて、うん、まあ、人体実験とかしてたんですね、うん、そうですね、はい、有名なね、体に傷をつけて
ね、うん、その腐敗するのを見たりとかですよ、うん、あの凍傷を負わせて、うん、体が壊死するのを 見るみたいなことをやってたんですけど、うん、でそれに参加した人たち、その頃に16歳ぐらいで参加した人たちはこのインタビューに出てくるんですね。これね、ちょっとすごいんですよ、これ結構。これね、女の子も参加してるんですよ。これね、一人の女の子は、マルガリーテっていう名前の女性が出てくるんですけど、おばあちゃんですけど、はい、私は14歳ぐらいにそこで、まあ、収容所でお手伝いをしてたんですと。うん、ね。で、ユダヤ系の人たちがいっぱい入ってて、うん、で、歯医者さんがいたんで、私は歯が悪かったんで、ユダヤ系の歯医者さん、そこに収容所に入ってた人に、タダで治してもらったんですよ、って言うんですよ。ね、それその14歳の女の子の、私は子供だったんで、仕事はそこに入れられたユダヤ人の子供たちとの面倒を見たり遊んだりすることでしたって言うんですよ。うん、可愛かったですよって言うんですよ。うん、で、みんな殺されましたって言うんですよ。いやいやいや、もう、その文章の脈絡がもうおかしい。脈絡おかしいんですよ、ここ。えっていう、そこに感情のなんか、あれないのみたいなところで、うん、そういう、なんだかね、自分たちがやったことなんで事実なんだけども、それを未だにこう、おじいさんおばあさんになっても整理できてない状態っていうのは、よくわかるんですね。うん、で、そこでですね、クルト・ザメト・ライエルっていうおじいちゃんが出てきてですね、すごいことを言うんですよ。戦後のドイツ人たちは、その、収容所で何が行われていたのか知らなかったと、みんな言ってると。ね、うん、で、まあ、ユダヤ人の虐殺とかは、うん、こっそりナチがやってたことで、うん、私たちは知りませんでしたってみんな言ってるでしょと、うん、それ全部嘘だからって言うんですよ、うん、みんな知ってたよ、はあ、それこんな大々的に ねやってるわけだしね。なんですよ、そこら中に症状が立ったんですね、うん、でそこにはその、まあ、ユダヤ系の人だけじゃなくて同性愛の人とかね、うん、あとヒトラーに反対する政治家、うん、あとね、カトリックの神父たちもかなりそこに、で500人ぐらい殺されてるんですよ。カトリックの方も、まあ、ナチのやってることはその神の教えに反してるからって反対した人たちがいて、ポーランド系の人とか、うん、それみんなすごい神父さん殺してるんですよ、500人ぐらい、うん、でだから知らないわけないよねっていうふうに言うんですよ、うんうん、ね、うん、で中でね、一番すごかったのは、監督はね、オーストリアの老人ホームに行くんですよ、うん、ね、でインタビューして、うん、そのあるおばあさんに収容所でどういうことしてたのか知ってましたかって聞くんですね、うん、そのおばあちゃん、私は何も知りませんでした、戦後知って驚きましたみたいなこと言うんですよ、うん、とそこにいるもう一人のおばあちゃんが嘘よって言うんですよ、うん、みんな知ってたでしょ、だって収容所の煙突から毎日煙が出てて人の焼ける匂いがしたじゃないって言うんですよ、うん、そうするとそれを言われた最初知らなかったって言ったおばあさんが、うん、だって収容所に、ね、アメリカ兵たちが来て、うん、収容所の中身を見た時にみんな怒って、うん、その周りの村とか町に行って、お前たちは知ってたのかってやったんで怖かったから、うん、私たちは何も知りませんって言ったのって言うんですよ、うんうん、これはすごいインタビューでね、うん、これはね、この監督さんがずっとね、ドイツ人とかオーストリア人が、うん、ホロコーストに関して私たちは知らなかったって言い続けてると、うん、戦後、うん、ね、うん、なわけねえだろということを暴くのが目的だったと言ってるんですね、うん、はい、うん、これはね、うん、フランスでもね、こういう映画作られてるんですよ、うん、悲しみと哀れみとっていう映画があって、それはフランスはドイツに占領されて仕方なくドイツのナチスの言いなりになってたってずっと戦後のフランス人たちは言ってたんですね、うん、でもそんなわけねえだろって言って、うん、実はフランスが積極的にそのユダヤ人狩りに、まあ協力っていうか参加というかですね、積極的にそれ自体を指導していたってことを暴くドキュメンタリーがあるんですよ、うん、それはずっとフランスが隠してたことで、うん、フランスはそのナチに協力してた人たちが戦後その政治の管理に戻ったんですよ、うん、全然罰せられないまま、うん、そう、だからそういうことを暴くのは結構ねあるんですね、映画の中でね、うん、はい、でこれは監督がもう本当に、まあ、人生の最後に暴きたくて、うん、作った映画なんですけれども、うん、ただね、やっぱりすごくそれを体験したおじいさんおばあさんによってですね、態度がかなり違うんですね、うん、で一人はもう全然私は恥じていないと、
ドイツのために私は戦ったんだって言うんですよ。私は親衛隊として戦ったんだって言うんですよ。でもそれはね、彼が言うのはその、まあ、実は親衛隊はウクライナに攻め込んでるんですよ、その頃。はい、でアインザッツグルッペンという皆殺し部隊を率いてですね、ウクライナにいたユダヤ系の人たちを片っ端から殺してるんですよね。それ戦争じゃないから、敵と戦ってるわけじゃないから、ね、そういうことをしてるんですけど、しかもそのウクライナから撤退する、ウクライナとかそのロシアの方、ソ連の方から撤退するときに焦土作戦をやってですね、つまりソ連がドイツに向かってくるわけじゃないですか、ね、そうすると彼らは途中で補給ができないように、ドイツに向かって撤退する間そこら中の街を徹底的に焼くんですよ。で食料全部略奪するから焼き尽くすんですよ。そうやってドイツに戻っていったんですけど、そういうことをしてた人たちなんで、あの国外で戦ったって言ってもやってることはそういうことだったんですね、はい、でただそうじゃなくて、やっぱりこれは俺はとんでもないことをしたってずっと恥ずかしく思ってる人がいて、その人はハンスさんという人なんですね、はい、ハンス・ベルクさんというおじいさんが出てきて、で彼がですね、まあ、ナチスの高官たちが、まあ、ユダヤ人たちを最初どうするか彼らあんまり決めてなかったんですよ、で収容所には入れてたんですけれども、どうしたらいいか分かんなくて、それ特にウクライナの方に行った時に、あの兵隊たちにその銃とかを使って、ユダヤ系の人たちを殺させてたら、殺してたドイツ兵たちがみんな発狂しちゃったんですよ、何百人も殺してたんで、おかしくなっちゃう。精神が破壊されてしまって、あ、これダメだと。人間にはこんな虐殺はできないんだって分かったナチスが、じゃあ、これはガス室で、機械的に全部抹殺しましょうっていう計画を立てるんですよ。これがアウシュビッツなんですね。はい。要するに人間にはできないことだからってことなんですよ。あまりにもひどすぎて。それだけひどいっていうね。それだけひどくて。やった人が狂っちゃうんだから。ね。で、その決定をした場所ってのは今も残ってて、その会議をした。ね、ユダヤ人、もう全部、まあ、殲滅するというね、計画を立てた場所が残ってて、そこにハンス・ベルクさんが行って、現代のドイツの若者と話し合いをするというシーンがあるんです、この映画の中で。で、ハンスさんが、自分がやったこと、ね、自分も親衛隊だったから、を反省して、もう本当にドイツは恥ずかしいことをしたと。ね、本当に罪深いんだと。いうふうに言うと、若者たちが、そんなこと言っちゃよくないですよって言うんですよ。そのハンスさんに。それはドイツの恥ですと。なんでそれを世界中に言うんですかと。言うんですよ。これは結構よくあることですよ。どこにでも起こってることですね。はい。そこでね、ハンスさんがね、こうすごく怒るんですよ。そのハンスさんのことをその反独だ、要するにドイツに反してるっていう意味でね、って言った若者に対して、本当の恥っていうのは我々がやったことだし、それを反省しないことなんだって言うんですけど、この辺でね、すごくその戦争を知らない世代と実際にした人たちとの間にものすごくギャップがあるんですよね。はい。で最後にですね、この監督がものすごい究極の質問を聞いて回るんですよ、あなたには戦争責任があると思いますかって聞くんですよ、その一人一人のおじいさんやおばあさんにね、そうするとまあ仕方がなかったんだっていう人が多いんですよね、逆らえなかった、みんなやってたから、止められないよっていう人たちがすごく多いんですよ、でもそんなことないですね、そんなことないんですよ、ね、え自分たちがやんなきゃよかったんです。確かにそうですね。一人一人がやんなきゃよかったんですよ、ね、えでただやっぱりだから何が何でも止めるべきだったっていうおじいさんもおばあさんもいるんですよね。はい、なんかこの人間の心理がもう時代を超えてもどこの国でも同じ構造が見えますね、これね。見えるんですよ。で一番大きいのはあの時は仕方がなかったんだと、いう人は、多分仕方がない状況になればまたやるんですよ。だから仕方がないっていうのは絶対言い訳にならないんですよ。なるほどな。何が何でも止めなきゃならなかったんですよ。はい。そうだな。と、そう。この間ね、亡くなったね、町山さん、小田島さんがね、再刊の歌っていうあの本の中で書かれてたのに、はい、すごい両極端な意見を持ってる人は、
あのそれぞれがもう かっちりした意見を持ってるから、あんまりこう混じり合わないし、それがこうどっちかに動くことってめったにないんだけど、その間ぐらいの私は普通だ、何とも思ってないっていう人が大多数なんだけど、その人たちがほとんどどっちかに流れることで決まるし、その時の常識も決まってしまうから、実はその私は普通だと思ってる人が動かしてるっていうこと書かれてたんですけど、はい、全くそうなんですよ。 その他大勢の人たちがね、うん、この映画も最初にね、プリモ・レヴィというね、まあ、ホロコーストを生き残ったユダヤ系の人の言葉が引用されてて、うん、その怪物のような凶悪な人っていうのは確かにいるけれども、ほんの一人握りしかいないから、その人たち自身はほとんど何もできないんだと、うん、ただ彼らが暴れるのは、彼らに彼らのことを疑わずに言うことを聞いてしまう、その他大勢の人たちなんだと、うん、いう引用がねされてるんですけど、うん、はい、うん、まあこれね、ファイナルアカウントはね、8月5日に日本で、うん、なんだっけ、ごめんなさい、東宝シネマズシャンテー他で公開されるんですけど、うん、8月5日というのはね、またこの、まあ、広島の日とかですね、うん、終戦記念日に近い時なんで、まあ、ぜひ見に行ってきていただきたいなと思いますけど、うん、はい、そうですね、まあ、人間だからもうそういう心理になるのはこれ、はい、ね、私もそうだし誰しもそういうことはあるんだろうな、うん、でもそういう構図があるんだなっていうことは理解するために知っておかなきゃいけないです ね、はい、そうですね、まあ、7月10日にね、あの今度参議院選挙ですけども、うん、まあ、いつももう参議院選とか投票率低くてね、うん、半分の人も投票しないんですけれども、うん、まあ、本当にね、後から反省してもどうしようもないことなんで、うん、本当に投票だけは行ってほしいなと思いますね、うん、はい、ファイナルアカウント第三帝国最後の証言は8月5日から東宝シネマズシャンテ他で公開です。はい、はい、町山さんありがとうございました。ありがとうございました。TBS ラジオ954玉結び。